この時間は投資信託のコーナーです。本日のゲスト、コモンズ投信、代表取締役社長兼 CIO 井哲郎さんです。井さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日は、コモンズ投信さんの投資哲学と投資実績と、はい、今後の展望を伺いたいというふうに思っておりますが、はい、コモンズ投信運用いいですね。そうですね、 ありがとうございます。実はやはりこう銘柄を特に選ぶということをして、はい、例えばコモンズサーティファンドですと、まあ、30年目線で30社ぐらいに絞り込んで投資をするということでして、まあ、30年目線でっていうことは30年先を予想するっていうことではなくてですね、はい、30年先もきっと強い、外部環境の変化を乗り越えていくぐらい強い企業を選ぶと、まあ、いう形で企業を選んでいますので、はい、特にこのコロナ禍みたいな、何が起こるかわからないと、人類が初めて経験をすると、まあ、いうような、危機の時にやはりそういった強い体質の筋肉質な企業が、しっかり株価上げていってるというようなところが、ありまして、例えば今年に入ってからだけでもですね、はい、8月末まででコモンズサーティファンドで 14% 近いリターンになっていまして、日経平均がまだどうでしょうか、 3% いかないぐらいで、トピックスで 9% をちょっと弱ぐらいのリターンだと思うんですけれども、それに比べてもしっかり超過収益が出ているというような状況でして、過去いろんな局面ありますけれども、こういった危機の時にやはり強いというのがあります。ですからインデックスファンドももちろんコストも安いし、まあ、いいんですけれども、それでもやはりその市場全体に投資をするという局面がいい時もありますけれども、はい、まあ、今みたいな局面でいうとやはり銘柄を選ぶと、でそのまあ選んだ銘柄のパフォーマンスが結果として出てると、まあ、いうようなところはですね、我々もこれで13年目になるんですけれども、しっかりこう知見が溜まってきたなという感じは今回の実績でも出てるというふうに感じています。これ例えば個人的に思っているのは、そういう、まあ、いい銘柄を選ぶって、はい、まあ、いいさんだからいいじゃないですけど、はいはい、やっぱり社会に必要とされている会社っていうのはすごい重要な条件だと思うんです。これいかがですか。はい、まさにですね、櫻井さんおっしゃる通りで、例えば近年特に、まあ、SDGs とか、はい、あるいは ESG 投資っていうふうに、まあ、急に言われるようになってるんですけども、まあ、我々その以前からですね、その長期目線で企業を選ぶということになりますと、まさにおっしゃっていただきましたように、あらゆるこうステークホルダーですね、ですから株主にとっていいということは一つでしかありませんので、はい、まあ、お客様であったり、うん、従業員であったり取引先であったり、それから地域社会あるいは地球であるいは次の世代にとってもいいということにちゃんと向き合っている会社がやはり今業績もいいですし、はい、今お客様からも実際に支持されるというようなこともあるかなと思いますので、最近パーパスというようなことで、はい、社会における存在意義ということを改めて定義をするというような企業が増えてきているんですけれども、そういった会社はですね、こういった不確実性の高い時代こそ生き延びて成長していくという感じがすごくあるかなと思います。だから言い方を変えると、その企業がないと困る人がたくさんいるっていう存在。そうですね、つまり本業を通して、はい、その会社の製品だとかサービスがないと困る人がたくさんいるっていう会社は社会に対する存在意義はものすごい高いってこと。そうですね。ですよね。そうですね。少なくても、まあ、地球上で人口はまだまだ、今78億人ぐらいですけれども、100億人ぐらいまではですね、こう増えていくと、まあ、いうことが、かなり蓋然性が高い中で、そういった多くの、まあ、生活者の人たちに、国境を越えても支持されると。ですから我々投資先今31社あるんですけれども、そのうちの7割の企業が実は、まあ、結果的にですけれども海外売上高の方が大きいというような状況にもなってまして、全体の3分の1程度は海外売上が7割から8割というような状況にもなっていまして、そういった意味ではグローバルにも活躍ができるというような企業が選ばれているという感じになります。あともう一つ個人的に思うのは、明確な未来
像といいますか、はい、数値目標だけではなくて、はい、10年でも20年でも30年でもいいんですが、明確な未来っていうのをやっぱり蓄えている会社の方が強い気がするんです。これいかがですか。そうですね、企業によってはですけれども、企業の経営者の方々がですね、例えば機関投資家向けにこう IR とかやりますと、割と四半期の業績がいいか悪いかみたいなことを経営者の方が聞かれて、もちろんお答えされてるんですけれども、経営者の方々と私どもお話ししてますと、30年先ですとか、あるいは20年先ですとかっていうのはやっぱり普通に考えてらっしゃるんですよね。今東証一部企業の社長の平均在任期間って5年弱ぐらいなんですけども、例えば孫さんは300年とかっていう話されますし、日本電産の永森さんも100年とかっていう話をされますけれども、日本で強い産業でもあります、例えば工作機械ですとか、はい、機械メーカーのトップの方々もやっぱりお客様に使っていただくのが20年とか30年使っていただくということなので、当然やっぱり長い目線で経営を考えていて、でその中で四半期の数字をしっかりコミットしていってると、いう企業がやはり我々から見てもすごくいい企業だなというふうには感じています。だその意味では、その一里塚で見るんじゃなくって、東京から京都にずっと行ったその京都はどうなのよとか、途中の小田原で見るのよみたいな、はい、こういうところありますよね、はいはい、そうですね、やはりこう目線を少し長くすると見えてくるものがありますので、はい、例えば皆さんも車の運転って言ってですね、はい、目の前1メーターだけ見て運転してると多分事故りますよね、はい、で実際に見てる距離はどうでしょうか。数百メートル先まで見ながら、しっかりバックミラーですとかサイドミラー含めてこう周辺見てると、はい、いうような形で、やはり経営者を見てますし、投資もですね、短期的に今日上がった下がったっていうのはありますけれども、少し、目線を長くしてみると、企業の本質がやっぱり見えてくると。で特にこの今回のコロナ禍みたいな時に、はい、いや会社実は結構お客様向けにいいと思ってたけど対応が悪かったですとか、実はっていう、はい、いう話も一部あると思いますし、逆にいつもは普通に の会社かなと思ってたら、こういった時に、すごくお客様に向いてくれてたとかですね、いうようなことがやっぱり見えてくるところも生活者目線でもあるんじゃないかなというのは思います。あともう一つが、例えばその強い経営者、はい、から強い製品力、強い商品力、強い営業力、はい、その強みっていうのを兼ね備えた企業っていうのがやっぱり長く伸びるんだろうなと思うんです。これはいかがですか。はい、そうですね。で、これここはですね、やはり今それを支えるのは従業員であったりですとか、はい、それからその従業員が何を大切にしているのかっていう企業文化、コーポレートカルチャーみたいなところがですね、はい、ここにしっかり経営のリソースを割いている会社ですから、例えば高度成長期に良かった会社というのはピラミッド型の組織で、はいはい、上位下脱で一気にいくという感じがありましたけれども、今はもちろんそういった組織ですとなかなかこ うまく回らないわけですね。今世の中は多様化してますから、そういった中で従業員のモチベーションをどうやって上げるのかというようなことであったりですとか、従業員の働きやすさをどういうふうに制度設計していくのかと、あるいは会社として何を大事にするのかっていうコーポレートカルチャーをもう一度みんなで考えようというような会社が、結果的に会社の強さにつながっていってるというふうに感じてます。ということは、卑近な例で言えば、例えば決算短信だけの中にその会社があるわけじゃないよねっていうことですよね。そうですね、もちろん決算短信自体いろんなヒントがあるんですけども、一つ瞬間のスナップショットでしかありませんので、はい、全体の企業の解像度を上げるためには、例えばその企業の歴史ですとか、なんでこの会社が創業されたのかですとかね、見るところがすごく大事だと思います。例えば、我々の投資先の一つで久保田さんってあるんですけれども、はいはい、130年前に、コレラなんですね、はい、コロナじゃなくてコレラが発生した時に、日本でやっぱり水水道管が大事だと言って、水道管を、初めて民間でですね大きく、作っていくというようなことを、して、その結果今誰しもが、手が洗えたりいつでも水が飲めたりというような環境が整ってますので、やっぱりそういう起業家精神であったり、も含めてですね歴史を振り返るというような中で、はい、
そこの会社のどういう会社なのかということの解像度を上げるということでいうと決算短信だけだともうスナップショットでしかないかなというふうに思います。はい、あともう一つ、はい、結構いろんな方がおっしゃるんですけど会社のホームページだけじゃ分かんないことって結構たくさんあるじゃないですか。はい、でその意味ではイーさん会社に行って取材とか、ね、ミーティングとかされてるんでちゃんと深掘りされると思うんですが、はい、我々が見てて思うのはホームページがとっても高級なんですけど難しくないですかっていうイメージなんで、はい、これどうですか。そうですね、いやもちろん優しいのもあるんですけど、はいはい、これもですねやはり企業側が情報を発信するっていうスタンスなのか、はい、伝えるっていうスタンスなのか、これ随分違ってましてですね、たくさん載っければいいっていう、あれもこれもみたいな形で、で見ていくと、迷路に待っていくみたいな、何やってる会社なんでしょうと悩むこともまあまああるんですよ。あると思うんですけども、はい、まあ、逆に伝えるっていうことにやはり意識が高い会社っていうのはすごく見やすくなってますし、例えば経営者の、説明会での動画なんかは普通にアップされてたりですとか、はい、っていうようなことがあったり、やっぱりその、先ほど、まあ、我々がその、株主だけじゃなくてお客様とか取引先とか従業員とか、はい、地域社会とかとかにちゃんと向き合ってるのかっていう話をさせていただきましたけども、まあ、ホームページ含めて情報を発信してるっていうだけじゃなくてそれがちゃんと自分たちがやってることをやっぱり伝えないとですね、はい、先ほど桜井さんがおっしゃったように社会における会社の存在意義をどうやって伝えるんですかっていうと、まあ、玄関がホームページでもありますので、そこが盛りだくさんだけど伝わりにくいということじゃなくてちゃんと伝わるということにやっぱり注力されている会社はいい会社じゃないかなと思います。だから結構その営業のホームページとか人材採用のホームページ見てるとこの会社分かるんですけど、はい、IR に行った瞬間に呪縛にかかっちゃうみたいなところ、ね、時々あったりする、まあ ですね、そういうのはちょっと治ってきて、まあ、読み取れるようになってくると、はい、企業を見る目っていうのがやっぱできてくるのかなという感じです。はい、まあ、そういう、いろんなやり方で、投資先を発掘研修検証している、はい、コモンズ投信さんということですので、はい、まあ、コモンズ30ファンド、はい、じっくりと、付き合っていくにはいいファンドだと、はい、いうふうに考えてよろしいわけですね。積立ニーサでも採用されている数少ない日本株のアクティブファンドですので、はい、ぜひご検討いただければ幸いです。まあ、コモンズ投信のホームページですとかあるいは松井証券のホームページ、ね、ご覧いただければご検討いただけると思います。はい、イーさんいいお話今日はありがとうございました。ありがとうございました。